2月19日、春日井市高木町にある春日井市総合体育館で、春日井フットサルフェスタが開かれました。これは春日井市内でフットサルに取り組んでいるチームに、日頃の練習の成果を発揮してもらう場を提供し、他のチームとの交流を深め、フットサルの普及を図ろうと毎年開催されています。今回で12回目を迎えたこのフェスタ。市内45チームが応募した中から、抽選で選ばれた32チームが予選リーグ決勝トーナメントを勝ち抜き、優勝を目指します。そうですね、過去3年連続出場させていただいているんですけど、一応全部予選はなんとか突破させていただいていますんで、今年もなんとかできたらいいなと思ってます。もう怪我したように頑張るだけです。力尽きないように頑張ります。去年は決勝トーナメントまで行けたんですけど、初戦で負けてしまったので、今年はもっとそれ以上に勝ちたいですね。そうですね、年代幅広いですけど、仲良く一体感持ってやれるところかなと思います。今日は全部勝つ気でいきます。優勝します。開会式が終わると、予選リーグがスタートしました。予選リーグは4チームずつの8ブロックに分かれ、総当たりで試合を行い、上位2チームが決勝トーナメントに進みます。上位進出を狙う各チームは、試合開始直後から全力プレーで白熱した試合を展開し、お互いに激しい攻防を繰り広げていました。過去に優勝しているチームもいくつか参加しており、前回優勝チーム、青のユニフォームの FC アルバトロスもその一つ。まずは一戦一戦しっかり一つずつ積み上げていきます。チームのみんな毎週練習しているので、はい、心配してません。大丈夫です。連覇を目指すチームだけあって、試合では積極的に相手チームに攻め込む場面が見られました。全員体が動いてるんで、この次の試合はもう少しちょっとピッチ上げて戦っていきたいと思います。1試合目だったので、ちょっとみんな硬さがあったんですけど、徐々に上がっていって、トーナメントをまずいけるように目指して、初戦、あと3試合頑張っていきたいと思います。その他にも、好プレー、好試合が見られ、ベンチや客席から声援が飛んでいました。大会の結果は、初出場の慎吾と愉快な仲間たちが初優勝を飾りました。トーナメントの組み合わせも影響しましたが、年々参加チームの実力差が縮まっていることもあり、上位入賞チームはすべて初受賞という顔ぶれとなりました。はい、さっきちょっと5-0 で負けてしまったんで、今3対2で勝ててよかったです。今大学4年生なんですけど、4年間やってきた成果だと思うんで、この次の試合向かって決勝トーナメントに行きたいと思います。みんなで一人一人が頑張って勝ってたんで、すごい嬉しいです。私がキーパーミスってしまったから負けてしまったなと思ってます。前回出た時は3位だったんで、3位に以上狙えるように頑張りたいです。次回3月20日からは、缶造品店書の魅力の模様をお送りします。